柄がバシッと合ってるようで合ってないような、ちょっとずらしてあるような感じもするんで、まあ、訪問着だったりとか、付け先訪問着とかって言われる感じの、部類の着物になると思うんですけども、まあね、普通だとクリーニング屋さんとかで染み抜き依頼してこんな感じになっちゃうと、まあ、クリーニング屋さん自体もね、事故だっつって色抜けちゃったってお客さんにすいませんみたいな感じに、なるようなところをお見せしてる感じになってるんですけども、まあ、これはもうあの染みが古いんでね、もうこれが色が抜けるのはもうありとして、まあ、普通にね簡単にやっても取れないので、ある程度薄くして、まあ、色が抜けちゃった場合は色修正でなるべく目立たなくしますよっていうことをお客さんにお話しして、で OK もらってっていう感じの、処理になってます。